カラージーンズで揃えようねって言ってたくせに、君だけサテンのパンツだったね。あれそうだけなんてとぼけていたっけ。俺たちわざわざ新宿まで買いに行ったんだよ。サンプラザの楽屋は夢の方向だった。フレッシュサンズコンテストの日、それより少しくらいメイクした方がいいよねって、君はのんきなこと言ってた。駅前からバスに乗り、エコタまで行かないかい。聞けばこの頃君はリハーサルに遅刻しなくなった。そうじゃないか。あの例の事件以来ですね、まあ、彼もあの本当に真面目に仕事するって、本当リハーサルあのなんかちゃんと時間通り来るようになったんですよ。で僕もそれ聞いてすっげえ嬉しくて、いや偉いよあいつ偉いよと思って、よく考えてみたら当たり前だよ。覚えているかユージ、俺の最初のフォークギター、中野の丸い5万円のゲップ。あの頃は洋服だってそうだったな。中野で買ったって言ったらおしゃれだった。サンプラザのステージは夢の世界だった。誰もがみんな眩しかった。スージークアトロもジャクソン・ブランも、そして TM ネットワークも、駅前の居酒屋で少しだけ飲まないかい。聞けばこの頃君は夜明けまで飲まなくなった。そうじゃないかって、これ嘘の話ですけど、まあ結構きついんですよね。もうね、昔よりは飲めなくなったかな。ジュリーは中野に住んでるのってマリちゃん、あれは小学校4年の頃かな。平凡か明星で仕入れた話を一人一人に言いふらす。サンプラザが影も形もなかった時代、そんなことでも自慢できた。きなくん知ってるジュリーがね、そこまで聞いたら待ちきれず、僕は答えた。中野だろう、せかしな僕だから待ってられるわけがない。固まったマリちゃんの顔が、なぜ知ってんのよって語ってた。確か源の実家は中野だった気がする。そうだろ、ブロードウェイを抜けたあたりだろ。家族全員が B 型だからなんて言ってた。だから誰も人の話を聞いちゃいないとか。サンプラザはいつだって夢の舞台だから、俺たちと同じ夢追いかけるせがれたちもきっといつかそこに立つ日が来るんだろう。駅前の路地裏の美味しいカレー屋はどこだい。聞けばこの頃君はキャバクラもやっと卒業した。そうじゃないかって、全然卒業してなかったんだこいつ。どうもありがとう。